仙台空港。仙台空港は、宮城県名取市と岩沼市にまたがって一致する、東北地方唯一の国管理空港、旧第二種 A 空港である。2016年7月1日に運営が、仙台国際空港株式会社に移管、民営化された。空港ターミナルビルが名取市にあり、滑走路が岩沼市に及ぶ。愛称は、仙台国際空港。 宮城県中南部の海岸にほど近い、仙台市の JR 仙台駅から南南東1 4トルほどのところに位置し、仙台空港アクセス線、空港連絡鉄道で結ばれている。離着陸の際には、広大な太平洋と仙台湾沿いに続く砂浜や、防砂林の松林、南北に流れる低山雲が、そして大雨山脈に抱かれた仙台平野と、市街地のビル群が一望のもとになる。 滑走路は、開設時から、ある1200メートルの A 滑走路と新設された3000メートルの B 滑走路の2本あり、Y の字型に交わる。基本的に、A 滑走路はセスナなどの小型機、B 滑走路は旅客機などの中型機や大型機が使用するが、航空大学校などの小型機も、訓練のために、軽機着陸装置、ILS が使用できる B 滑走路を使用する。 他県の多くの空港では公共用ヘリコプターも見られるが宮城県警察ヘリは仙台市若林区霞目にある陸上自衛隊霞目飛行場を使用する。現在のターミナルビルは1997年平成9年7月に全館共用開始したものであるが建設にあたりハートビル法に定めるバリアフリー基準を満たし1995年平成7年12月に 空港施設として、火で初めて同胞認定の特定建築物となった。完成後に制定された交通バリアフリー法にも合致するように整備がなされた。また、出発ロビーや待合室の壁面を全面ガラス張りにして、照明の使用を減らす、少子原化が施されている点や、屋根が三つの波形になっている点などの特徴もある。展望デッキは屋上の スマイルテラス、民営化により大人も無料と、屋内3階、無料とがある。ターミナルビル中央部分のエスカレーターが集まる。吹き抜けは、プラザと呼ばれ、中央の噴水の水を抜くと照明機能付きのステージに変わり、イベントが行えるようになっている。3階には、エアポートミュージアム、トブッチャがあり、エアバス A300 から 600R 型のコックピット、実物や、 B747 のビジネスシート等が展示されている。かつて仙台市で飛行機の離着陸に使われた場所として、現在の宮城野原公園総合運動場や川内追い回しなどがあった。1933年、昭和8年になると仙台市外地の南東に日本陸軍飛行学校の練習用火場として仙台飛行場、原霞目駐屯地が設置された。 しかし、日中戦争開戦に伴って飛行部隊が拡充されたため、仙台飛行場は手狭となり、現在の仙台空港の元となる名取飛行場が1940年、昭和15年に設置された。2011年、平成23年3月11日14時46分、東北地方太平洋沖地震、東日本大震災が発生。 滑走路は直ちに閉鎖され、ターミナルビルには、旅客、周辺住民、従業員ら約1400人が避難した。航空管制も停止したが東方航空が、東北地方整備局から運航を委託されていた、災害対策用ヘリコプターの機長は独自の判断で、離陸し情報収集に当たっている。15時56分、地震による津波が到達し空港を及び関連施設は、冠水した。 ターミナルビルは3.02メートルの高さまで冠水し、1階部分には自動車や瓦礫が大量に流れ込んだ。中期中の旅客機はなかったが、海上保安庁や航空大学校の練習機や民間の小型機、ヘリコプターなど、計67機が津波によって被害を受けた。このうち、海上保安庁の d h c 八から百十五水なぎのみ修理されたが、 他の機体は修理を断念している。3月12日午後に救急車やマイクロバスなどが到着、避難者の退避が開始され、3月16日までに空港職員を除く全員が空港を離れた。3月16日、福島第一原子力発電所事故の影響を考慮してアメリカ合衆国政府が在日米軍を含む自国民に対し、 同原発から50マイル、80キロメートル圏外に退避するよう勧告したが、同原発から80キロメートルの同紙に炎上に、位置する東空港に、カデナ飛行場に駐留するアメリカ空軍第320特殊戦術飛行中隊が、航空自衛隊松島基地を経由して移動し空港の復旧活動を行った。アメリカ空軍及び空港の保守作業を担当している。 前田道路が残骸を除去し、部分的な滑走路の確保後、アメリカ空軍特殊作戦コマンド用輸送機 MC-130P が強行着陸で復旧用の機材や車両を輸送。空軍戦闘航空管制官がバックパックラジオ、下半型無線機で臨時の航空管制を確立し、空港機能を復活させた。以降、米軍はこの空港を使って200万トン以上の 食料、水、毛布を被災地に輸送するなど4月7日までアメリカ空軍、同海兵隊、自衛隊による日米合同救援活動、友達作戦の拠点として使わされた。4月3日、仙台空港近くの海岸に流木を用いて作られたありがとうの文字が仙台空港復旧作業の司令官であったロバート・トス空軍大佐に発見され、後の手記で 仙台空港の復旧に力添えできたことを光栄に思うと言及した。4月13日に運用を再開して以降、全日本空輸日本航空、エルデュー・アイベックス・エアラインズによる臨時便を運航。7月25日に全日本空輸エルデュー・アイベックス・エアラインズ、9月1日に日本航空の定期便が再開。国際線も9月25日の ターミナルビル完全復旧とともに、ソウル、新川線、アシアナ航空の定期便が再開。その後順次運行が再開され、2012年、平成24年7月30日の長春線、中国南方航空再開をもって、全路線が復旧した。仙台空港鉄道は、空港敷地内のトンネルが水没するなどの被害を受け、 4月2日、一行バスによる代行運転を行った。10月1日に仙台空港駅の営業を再開し、同日仙台空港線は全線復旧した。空港ターミナルビルの西に位置し、関西等に隣接する。乗降客数は1968年、昭和43年に年間10万人を超える程度だったが、1975年、昭和50年には、 年間54.7万人となり、1978年、昭和53年には、年間100万人を超え、1981年度、昭和56年度には150万人、年度を超えた。1982年、昭和57年6月23日に、東北新幹線、大宮駅森岡駅が開業すると、羽田便が運行されていた、東空港では、同年度より、 乗降客数が、低くし、上野駅大宮駅間が、延伸開業した1985年、昭和60年をもって、同便は廃止された。1990年代には規制緩和により格安、航空券が登場し、個人旅行が増加したという背景に加え、東空港に、初めて国際定期便が就航し、滑走路の延長や新旅客ターミナルビルの完成も、あって、乗降客は増。 1999年度、平成11年度には338.5万人、年度にまで増加した。その後、横ばいを続けたが、2006年度、平成18年度には338.7万人、年度と1999年度のピークを超えた。燃油価格の上昇に伴い2007年度、平成19年度から国内線でもう運賃値上げが始まり、 上降客数は減少傾向となった。1996年度、平成8年度から300万人、年度以上を保っていたが、リーマンショックが発生した2008年度、平成20年度以降、300万人、年度を割り込んで減少した。2011年、平成23年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震、東日本大震災に伴う、 津波の被害を受けて一時営業休止となり、2010年度、平成22年度は262.2万人、年度、翌2011年度、平成23年度は19年ぶりに200万人、年度を下回って184.6万人、年度にとどまった。2012年度、平成24年度は、路線の再開が相次ぎによって回復。2013年、 平成25年4月より格安航空会社が初就航したことで国内線の乗降客数が大きく増加し、同年度以降は再び300万人年度を超えている。仙台空港を目的地側とする旅客の当日、目的地は1位が仙台市となっており、全体の約半分49.8%、2位は日本産 k 松島がある松島町7.2%、3位は臨県の山形市4.5%となっており、約3割が宮城県外を当日目的地とする。業務の場合は仙台市を当日目的地とするものが72.4%で圧倒的に多いのに対し、観光の場合は仙台市24.8%、松島町15.4%、鳴子町。 現、大崎市の一部となっており、それ以外の目的地は、秋田県田沢湖町、原仙北市の一部や青森県とはだし、あるいは、山形市や盛岡市、福島市などの隣接県の県庁所在地となっており、東北地方各地にも広がりを見せる。国内占領格数は1999年、平成11年度に296.5万人でピークとなり、2000年、 平成12年度に277.5万人まで減少。その後は徐々に増加し、2006年、平成18年度には304.8万人となり、初めて300万人の大台に乗った。しかしその後再び減少。2011年、平成23年度は、東日本大震災の影響により18年ぶりに200万人を割り込んだ。 177.7万人。2013年、平成25年度、ピーチ、LCC、スカイマークの就航や既存路線の増便等もあり、298.9万人と2006年度に、次ぐ水準にまで回復。翌2014年度は、スカイマークの、さらなる路線開設等もあり、開港史上最多となる307.2万人の乗降客数を記録した。 仙台空港の国内線における東北地方居住者の利用客比率は宮城県七十パーセント、岩手県九点二パーセント、山形県八点二パーセント、福島県七七点パーセント、その他四点九パーセントとなっており、宮城県の隣接県に広がっている。特に山形市を中心とした村山地方や福島県中通り北部及び浜通り北部の地域では、 仙台空港が第一選択の空港になっている。国内線旅客においては、他の地方から入ってくる旅客の方が多い。国内線来訪者比率56.6%。参考、名古屋23.4%、広島52.3%。これは、関西や北海道、九州からのビジネス客が多いためで、仙台が、支点経済都市であることを反映している。 国際線旅客数は2000年、平成12年度の47.2万人をピークに、景気低迷やアメリカ同時多発テロ事件の影響で減少。2003年、平成15年度に、SARS が発生して25.1万人にまで減少した。その後は回復基調となり、2007年、平成19年度には35.0万人となった。 その後は25万人前後で推移したものの、2011年、平成23年度は、東日本大震災の影響により6.9万人と、大幅に減少。前年度比の26.5%に止まった。2012年、平成24年度は、近隣諸国との関係悪化によって低調に推移。運休も、相次ぎ、V 字回復するには至らなかった。年、 平成26年度は、ハワイタイへの定期便が就航したものの、近距離国際線の運休、減便が拡大。乗降客数も、微減となった。2016年度は、台湾や韓国への定期便が増便したことなどに、伴い前年の4割増と、大幅に増加した。仙台空港の国際線における、東北地方居住者の利用者比率は、 宮城県内居住者が40.0%、残りの6割は周辺各県からの利用者となっている山形県19.7%、岩手県14.3%、福島県10.6%、その他15.4%。特に山形県民の日本国外渡航における仙台空港利用率は50%を超えており、仙台空港が第一選択となっている。 1999年、平成11年度における東北地方居住の日本人出国者の利用空港内訳は、成田54.1%、仙台30.1%、関西6.1%、青森2.7%、福島2.0%、羽田1.9%、新潟1.2%、その他1.9%となっていた。 仙台空港の外国人乗降客数は国際旅客全体の30%程度である。仙台空港を利用する外国人旅客の主な渡航目的は、韓国人はゴルフやスキー、台湾人は温泉などである。仙台空港の外国人居住地別用車比率、韓国50.0%、台湾及び中国大陸23.1%、ヨーロッパ11.5%、 航空会社が2社以上の場合、上の段に掲載されている、航空会社の機材、乗務員で運行する共同運行便、コードシェア便。仙台空港と成田国際空港、中部国際空港、新千歳空港、福岡空港を結ぶ便には、共同運行便、コードシェア便として、外国航空会社便名が付与される便がある。外国航空会社便名での利用は、 国際線乗り継ぎ旅客に限られ、国内区間のみの利用は運航する航空会社の便名となる。また、仙台空港と台北東円国際空港を結ぶ便にも、同様に共同運航便として、第三国の航空会社便名が付与される便がある。当該航空会社便名での利用は、第三国への乗り継ぎ旅客に限られる。航空会社が2社の場合、上の段に記載されている。 航空会社の機材、乗務員による共同運航便、コードシェア便。仙台空港では4社がセスナ機やヘリコプターで遊覧飛行を実施している。昼間の運航では仙台市街地や松島、ザ王連邦、栗駒山などの上空を遊覧するコースがある。季節的にナイトフライトも再行され、夏には宮城県内各地で模様される花火を上空から見る。 ナイトフライトや、年末の仙台港のページェント期間中において、停前寺通りなど、仙台市上空を回る、ナイトフライトも再行される。国内線、国際線、仙台駅前から東空港までの所要時間は、約30分、運賃は5600円である。また、運賃とは別に高速道路料金、500円が、加算される。空港の東側には、江戸時代に、 伊達政宗の命により作られた定山雲は、定山堀が南北に流れており、それを越えてさらに東へ1トルほど行けば、太平洋である。旧仙台陸軍飛行学校内には1939年、昭和14年創始の航空神社があったが、占領期の1945年、昭和20年に、新中軍に同行が接収されたため、身体は、 現在の空港ターミナルビルの東300メートルほどの鳥重増田にある市も増田神社に移された。また、空港から南に5キロメートルほどの岩沼市にの、蔵には、航空安全の神が祀られる2の蔵神明社がある。滑走路の南西側の岩沼市内に、仙台空港臨空公園が設置されている。当初は、中坪臨空公園として2011年。 平成23年4月に供用開始予定であったが、東日本大震災の影響を受けて1年遅れの2012、平成24年4月29日に供用開始された。空港周辺にあるホテルは、ビジネスホテルは、都席の下、駅近くにある、ホテルルートインナトリ及びホテルルートインナトリ、岩沼インター仙台空港マイナスの2軒、シティホテルは、 仙台市内が最寄りとなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。